江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちらスポーツの話です。4日に起きた草野球のような韓国プロ野球の試合がこちらということでですね、それではですね、記事の方、音、映像の方一緒に見ていきたいと思います。それではくーちゃんお願いします。今日プロ野球太田の試合ではハンファが草野球のような守備でファンを失望させました。中継プレーがめちゃくちゃになり、レフトがサードの位置まで来るという場面がありましたが、一体どんなシーンだったのか、太田を見てみましょう。ノーアウト、ランナー一塁の状況で、KT のチョン・ジュニョンが打ち、ライト方向に大きな打球を飛ばしました。うん、キム・テヨンはフェンスサイドでプレーをうまく処理しましたが、送球が無関係な三塁手の方向に行ってしまい、一塁ランナーがホームをつきました。うん、キャッチャーのチェジェフも慌てて三塁に投げましたが、レフトのペラサもそれをカバーできませんでした。驚くべきことに、まるで2点ホームランが打たれたかのような結果になりました。うん、キム・キョンムン監督も本当に驚き、ハンファの野手たちはその後ダグアウトで強いメッセージを受け取る様子が見られました。その効果だったのでしょうか。今度はハンファのチャン・ジンヒョクがスクイズバントを仕掛け、三塁ランナーがホームに入りました。一塁への送球がミスとなり、今度は KT 側が一騒動となります。ライトのチョン・ジュニョンが駆け寄って投げたボールもホームで、キャッチャーのチャン・ソンウが取れず、バントをした選手までホームインし、ハンファはまるでバントが3点ホームランと同じ効果を生むという奇跡的な場面が発生しました。先月サムスンもやはり LG 野手たちの失策が続く間にホームまで走って、いわゆるバントホームランを作ったことがあります。今シーズン取り憑かれたように一気にミスが発生し、ファンをもてあそぶ真夏の夜の奇妙な野球は積もっていきます。ファンは野球のレベルが下がったのではないかと皮肉ったり、また予測不可能なミスが面白さを与えたという感想を出したりもしました。はい、というね、記事でした。それではですね、こちらに対して、警告の反応を見ていきましょう。はい、それではですね、1人目、こちら渓谷野球、前は守備が本当に上手だったと思うんだけど。え、実力に比べて年俸の高いやつたちだけのボール遊び、世界大会に出てみたら恥ずかしいぐらいのレベルだよ。ハンファの守備よりひどい連続失策守備なんて、特権しよう。これが面白半分で済むことか。国際試合だったらヒゲ長老とともに KBO はプロリーグではないという嘲笑を買ったはずだ。本当によくやってるね。やっぱりお花畑守備のハンファ。渓谷のプロ野球選手は練習などしない。暇つぶしにお金を稼ぐのが超楽しい。草野球してるね。これをお金を払ってみないといけないのか？私が見た野球の中で一番バカなやつがやってるのが野球みたい。両チームとも歴代最高のギャグコメディ。渓谷プロ野球のレベルが本当に、ダブルア程度の実力をどうしてしきりに言ってみるんだよ。だから FA の値段だけ上がるんだよ。どうか行かないで。ダブル A 程度の実力？嘘。ますます実力が、2000年代は頑張ってたのにね。お金を上げすぎじゃないの。日本の独立リーグの白川が2勝した渓谷プロの現実。そうだ、白川さんどうなったんだろう。あー、ちょっと今日調べとくわ。朝鮮野球は5年前に見るのをやめた。野球場は飲みに行くんだよ。野球見に行くんじゃなくて。お酒飲み行くとこか。社会人野球4部リーグでもなかなか見られない仕草 TV だよな。ダブル A と一緒にすんだよな。はい、じゃあですね、チャットの反応を見ていきましょう。はい、ということでね、じゃあ上の方からいきますかね。草野球でなかったんか。日本ではバントでホームランってのがあったばかりだしね。草野球の方が金がかからないだけまだ上等、かっこ笑い。うわーから見るも無残な守備。草野球でもここまでひどくないだろう。もうボール持って走れ、わら。K じゃ普通じゃねえの、練習しないから。日本じゃ町内会の野球でもそこまでは。こりゃ独立リーグにも負けるわ。何やってんだこいつら、わら。ついこの前、日本でも全く同じことがあったよ。これは面白い、わら。これがプロ野球かと言い出すまでがデフォ、かっこ笑い。小学生の体育の授業でならありそうな状況だな。W プロってなんだっけ。
本当にかわいそうなのは、そんな草野球並みの試合にお金を出して見てる観客だと思いますが、違いますか？しっちゃかめっちゃか、わら。野球でここまで笑えるとは、わら。どっかの地方予選ですか？いやー、地方予選でもないよね。バントホームランって子供の頃しかできない、わら。バントホームランって萌えプロか？これでよく53投げ込まれずに済んでいるね。信じられるか？これプロ野球なんだぜ、わらわら。全員バントでいいんじゃない？この前オリックスが同じことしてた。河川敷のグラウンドが楽しそうじゃないか。いやいや、こんなプロ楽しんでるんだよ。客に金返さないとな。謝罪と賠償案件だな。こんな八百長だろ。え、本気？またまた冗談はやめてよ、わら。何言ってんだよ。俺らは二塁打打ってもベースから離れてアウトになるやつとか、ピッチャーがファーストベース踏めずに踊ってたの見てんだぞ。これは我が国の高校野球でも見れないかも。一昔前のロッテかよ、かっこ笑い。反省は嫌いな渓谷さんは対策もできないって感じなんですかね、かっこ笑い。リトルリーグでも見ないな。知人の川原野球の方がレベル高いで。まだまだだな。追い高速とベクホ見本見せてやれよ。お、独立リーグから渓谷プロ移籍の投手契約終了で退団、国内人気で他球団移籍の可能性も。あ、これ韓国ね。あー、この国内っていうのは韓国内の人気で、韓国内の他の球団の移籍の可能性があるよってことだよね。他の球団で投手がちょっとね怪我しちゃっていないっていうところがちょうどあるんですよ。そこがお金積むんじゃないかっていう話があるんですよね。だからその後に帰国したのかどうかがちょっと知りたいんですよね。どうなってんのかね。最新情報どうなってんだろう。日本だと高校野球でも監督に激怒されるレベルのプレーかな。おいおい、ロッテをなめんなよ。はい、ということでね、オリックスバントツーランホームランで検索。ああ、これはスリーランだね。バントスリーランホームランでした。はい、じゃあですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、また。